映画こそ自由であるべきだ。そう彼は言った。自由をめぐる戦いは今日も世界のどこかで続く。誰かを愛する方法や孤独との向き合い方、国境や家族、その形や絆、過ちや憎しみがもたらすもの、愛と暴力、存在と不安、本当の自分、ルーツや常識、役割、体制、社会、支配、悲しみ、欲望、怒り、時代が作る分断。ラストシーンが終わるとき、誰もが自分自身に問いかける、この出会いの意味を。だから本当の意味でこう自由なものってできるのは映画しかないんですよ。ですから絶対にその映画は自由であるべきだ。私はそれなきゃやめます。なんでずっとこの村にいるの？こいつ犯罪者の息子よ。お前だってこの村早く出てえだろ。人生逆転するなら今だ。これ村長も全員知ってるってことですよね。この村ヤバすぎでしょ。確保！閉ざされた村に宿る光と闇、逃れられない運命の果てにあるものとは。ヴィレッジ。